どうもお疲れ様です。相川さんに続けということでね、今年は私もねカラオケのちょっと上手な歌い手になりたいなと思って、昨日から練習を始めたところでございます。私のボイストレーナー講師の方は竹葉校長アット名古屋ボーカルスクールさんの YouTube を勝手に見て勉強しています。今日は2日目ですね。今日のねテーマ曲はチャゲ&アスカさんの万里の川をね行ってみようかと思います。いや今日も閲覧注意ですね。不快な気分になりたくない方はここで動画の方を止めて離脱してください。私がこれ歌いますからね。でこの万里の川なんですけども、なんとね1980年の作品らしいですね。だから私がね8歳ぐらいですよ、10歳にもなってない時にこの名曲がもう出てるんですよね。万里の川、うん、私が初めて聞いたのは20歳を過ぎて会社かなんかのね、飲み会ぐらいだったと思いますけども、いい曲だなと思ったら、これチャギャンドスかみたいな感じでね、まあ、びっくりした覚えがあります。まあ、それから歌うことはなかったんですけども、今日ね竹葉校長のなんかそのボイストレーニングの課題曲をね、何があるかなって探していたら、知らない曲ばっかりの中に思い出した曲があったんで、ちょっと挑戦しようかなというところでございます。それではね、今日も10分にまとめてお届けしたいと思いますので、あと8分、7分ぐらいでこの動画終わりです。勇気のある方はここからもご一緒ください。よろしくお願いします。それでは竹葉校長よろしくお願いします。せーの、はーい。まず遠くなんですけど、遠って言ってないんです。飛鳥様は遠くですね。ちょっと遠っぽいです。遠く遠でビブラート、遠でまたポルトメントきますね。まあ、ポルトメントっていうか A のしゃくりなんですよ。わーでくーで上からくーどこまどこまでもでも遠くなながあります。長で上しゃくり川でる川でビブラートですね。でブレスです。くれかかビブラートルーですね。ルーそうニアですね。ニアあなたビブラート思う思い今日で A のしゃくり今日も今日も待て待てタタタタタタンって言ってます。待て B のしゃくりで手やって A ビブラートして今ですでブレスです。はい、じゃあここまで皆さんで一緒に歌ってみましょう。はい、じゃあいきます。ワンツー、遠く遠くどこまでも遠く流れる川で暮れかかる空にあなた思い今日も待っています。はい、いや早いな。じゃあ見てみましょう。せーの、はい、こちらです。ヒートよで、土曜でビブラートブレスです。うわた、またちっちゃいのが来ますね。私はビブラート歌う。振り合うですね。ビブラートブレス。専門コート。コートでコート。バー。願い。ビブラート。いいよこ。おーおー、こめて。で、す。とーで、Bのしゃくり。とーい。むかーしのー。ビブラートブレス。おとぎばなーで、Bのしゃくり。おとぎばなーしのー。こいー、ビブラート。こいーのー。よー。で、ビブラート。うおー。で、Bのしゃくり。にー。Bのしゃくり、いいって書いてありますが、これはBですね。タラララランってなってます。じゃあ
こう皆さんでね一緒に歌っていきましょう。いい年からいきましょう。はい、1,2,3いい年人よ、私は歌う。千もの言葉、願いを込めて。遠い昔の、おとぎ話の、恋のように。歌詞と難しいね。俺は無理だな。どうで、それだけで、上ジャクリ。どれだけ待て、いいのですか。ビブラートですね。あ、届かぬ、あ、ビブラート、いい。あ、届かぬ、あ、いい。歌デビューのジャクリ。ふ、二人のさだ。デビーのしゃくりぬか上しゃくり、わわ淡い夢を乗せて、淡い夢を乗せて、ビブラドブレス流れです、流れ、ビブラドでゆくって言いますね。ウォンウォンで上しゃくりで、これは流れてゆくよ、俺っていうのがすごいな、アスカさんです。すごいな、アスカ節でございますよ。いやもうもちろんバーニーとかもモーニングとかも好きですよ。はい、めちゃくちゃ好きですから。これは俺無理だな、これは。好きですよ。あ、でも3ヶ月後はできるかもな。皆さん一緒に歌っていきましょう。はい、どれだけでじゃあいきます。ワン、ツー、チャチャ。どれだけ待てばいいのですか、届かぬ愛を。二人の定め知らぬ川は、淡い夢を乗せて、流れてゆくようで。はい、OK です。はい、それでは皆さんここ一緒につるっと歌ってみましょう。つるっと。遠く遠くどこまでも遠く流れる川で、暮れかかる空にあなた思い、今日も待っています。いい年人よ、私は歌う。千もの言葉、願いを込めて。遠い昔の、おとぎ話の、恋のように。どれだけ待てばいいのですか、届かぬ愛を。二人の定め知らぬ川は、淡い夢を乗せて、流れてゆくようで。いや、勘弁してください。いや、男性の曲が歌いたいからって言って、すごいね。いや、これはちょっと難しいね。雪の花の方がまだ楽だったような気がするよ。もうあのこれね、初めて歌いましたね。これもこれも初めて歌う歌ばっかりやってますけど、まあ2曲目だからばっかりっていうのもあれですけどね。あの雪の花も何回も聴いてるんで、このメロディーはこれあんまりこう閉じることはなかったと思うんですよね。でこの万里の川も何回も聴いてるんで、頭に入ってるんで、その、いろいろとこう、つまずくところはなかったと思いますけども、実際歌ってみると、その、声のね、しゃくり ABC とかね、ブレスとかね、それからなんかフェイクとかいろいろ技があるんですけども、その技を追っかけていくと、歌詞がちょっとね、遅れ気味、もたつき気味になるなっていうところがありまして、初めて一番だけとは歌いましたけども、あ、でも歌えたなというところがあります。
まあ私カラオケに行く機会はもう皆無で何年も行ってないし、これからも行くことはないと思いますけども、こうやってね自宅で一人で練習できるんだなと思ったら、ちょっとね新しい YouTube のこう楽しみ方だなというところでね、なんか汗かいてきましたね。でもねすごくこう歌うと体の中から暖かくなりますね。うん、なんかむちゃくちゃいいなと思います。うん、はい、じゃあ竹葉校長今日もありがとうございました。なんかすごく充実した10分間になりました。皆さんもお付き合いいただきましてありがとうございましたっていうよりも、よくこんなん付き合ってくれますね、ほんとね。うん、すいません、ありがとうございました。ではお疲れ様です。